はい、それではいよいよですけれども、ね、エンディングにこれから移ってまいりたいというふうに思います。はい、では皆様お待たせいたしました。先ほど行われました東北のイノベーター12名によるプレゼンテーションの結果発表といきましょう。それでは本日のイノベーター12名、そしてゲストの皆さんにも再びご登場いただきましょう。どうぞステージへお越しください。拍手をお迎えください。どうぞ。はい、ありがとうございます。お揃いですかね。はい、それでは最初に、会場の皆様からのLIKEの投票数に基づいて上位2名の方を共感賞として表彰をさせていただきます。プレゼンターは浜田恵子さんにお願いしておりますので、前にお願いします。はい、共感賞2枚ございますので発表させていただきます。はい、それでは発表させていただきます。共感賞は1人目、社会起業家アキュースコーレの伊藤真由さんです。どうぞこちらへお越しください。おめでとうございます。おめでとうございます。そしてもう一方、はい、発表します。フリースクール子ども居場所ピッピ代表の中田サラダさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。では続きまして、東北ソーシャルイノベーション大賞優秀賞の結果発表とさせていただきます。まず優秀賞からになりますけれども、プレゼンターは石井さん、そして小沼さんお願いしておりますので、よろしくお願いいたします。前の方にお願いします。でですね、実は優秀賞2名の予定だったんですけれども、全く同数という票数になりましたので、主催仙台市の許可をいただきまして3名の方を表彰ここでさせていただきます。ただしボードが2枚しかございませんので、3名の方に2つをシェアいただくという形で3名まとめて発表させていただきますので、3名の方前にお願いいたします。それでは、優秀賞に選ばれた方発表させていただきます。東北ソーシャルイノベーション優秀賞です。一般社団法人ファブリハネットワーク代表理事伊藤明さんです。二人目、株式会社ラピック取締役高橋園美さんです。そして三人目、冒険のお供代表成沢弘明さんです。おめでとうございます。ではお二人から3人にという大変イノベーションが起きやすいというかですね、イノベーションが必要ですけれども、よろしくお願いします。おめでとうございます。皆さん写真タイムでございますので、ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。おめでとうございます。仲良く3人で持っててください。ではいよいよですね、はい、東北ソーシャルイノベーション大賞の発表になります。プレゼンターは入山先生、お願いいたします。
ではお名前を呼ばれた方はマイクの前へお進みください。それではソーシャル東北ソーシャルイノベーション大賞です。フリースクール子どもの居場所ピッピ代表の中田さらささんです。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、もうやっぱりこのまくんが言ったように本当にビジョンがあってそれを実現する世界が見えるっていうのがやっぱり審査員僕も含めて4人みんなすごく共感したし、あ、これは本当にものになるなって感じたんだと思うんですね。ですんで皆さん本当素晴らしかったんですけど中田さんに大賞が行くのは、まあ、順当かなというふうに思います。おめでとうございます。おめでとうございます。ここで有志による花束の贈呈があるそうなんですが、花束、はい、花束がどっかにあるそうですがどうでしょう。あ、どうぞお越しください。こちらステージの方へ。どうぞどうぞ。はい、いらっしゃいましたね。どうぞどうぞ。はい、気をつけて。はい、大丈夫ですか。ここから上がりますかね。はい、大丈夫かな。どうぞどうぞ。はい、ご家族から花束の贈呈です。中田さん、いかがですか。いや、もう全然もう信じられないです。私もうビジネスプランにもなってないし、皆さんの本当に立派な発表を聞いてて、はもうすごい自信なくしてたんですけど、やっぱり子どもたちが本当に応援してくれたおかげだと思って家族に感謝したいと思います。そしてオンライン中継で全国の仲間が見てくれてて、応援のコメントいっぱいくれて、辛い思いをこういうふうに、なんていうか認められるっていうか希望につなげられるっていうことがすごく嬉しいです。はい、本当にありがとうございます。信じられない、まだ全然。おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、はい、大きな拍手お願いします。じゃあ写真タイムですかね。写真よろしいですか。写真タイムどうぞ。大丈夫ですか。ぜひぜひお子さんたちと一緒にお願いします。先生もぜひ、先生もぜひ。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございました。おめでとうございます。入山先生、最後に一言、先ほど少しお話あったんですけど総評をぜひお願いいたします。いや、総評はもう、ね、正直全員に満点をつけたいです。だから結構いや、ちょっと正直インティラックも我々に酷なことをするなと思って、別に悪くじゃないんですけど本当に皆さん素晴らしいんで、もう点数とか順番じゃないと思うんですよね。だから国境にいらっしゃった12名の方が本当にそれぞれの夢とビジョンを持って仙台、東北、あるいは日本をね、こう元気にする、皆さんそういうもう心をお持ちなんで、本当にもう全員対象。ただ、まあ、あえて順番をつけるとということであったんですけど、なんで僕も去年ここに来て本当に素晴らしい経験をもう、まあ、大したことできないんですけど、なんで今年も本当に参加させていただいて嬉しかったんで、ぜひ皆さんまたこのやって仙台を東北を盛り上げていただければというふうに思います。本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。以上で今回のソーシャルイノベーションサミットの本編、あっという間でしたけれども終わりになります。この後名刺交換もありますので、はい、ぜひご参加ください。皆さん、本日のパネル、そしてプレゼンテーションいかがでしたでしょうか。オンラインの皆さんもご参加いただきましてありがとうございます。東日本大震災から早9年です。地域のため、社会のため、チャレンジを続ける方々はこの東北だからこそ、どんどん増えてきているんだと思います。先ほどソーシャルイノベーションの首都という話もありましたけれども、ぜひその日をですね、この会場の皆さんとも、またオンラインでつながっている皆さんとも一緒にこれからも広げていきたいなと、そんなふうに思っています。最後になりますが、ご登壇いただいた皆さん、そしてご参加いただいた皆さん、ゲストの皆さんにもお互いに大きな拍手を送ってですね、終わりにしたいと思います。皆様、本日は本当にありがとうございました。
ちまして仙台フォアスタートアップス2020仙台ソーシャルイノベーションサミット2020を閉会いたします。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。